どうも、なおちんです。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は新キャラを育成しましたので、見てください。新キャラっていうのが、これ、この花咲夜ですね。新しいヒーラーとなります。耐性がかなりいいかなと思います。まだ、浜向こうと物理向こう。これ、向こう2つ入れてるんですけども、もう少し進めると、吸収反射を入れることができます。衝撃以外を、すべて吸収反射にできますので、かなりいい感じかなと思います。で、スキルですけども、この花の栄え、これがとにかくいいんですよね。味方の HP と MP を小回復して、全能力を1段階上昇。これがかなりいいんですよね。で、これにプラスで、回復のプレロマ。まあ、後からギガプレロマを入れようと思います。使ってみた感じ、MP の回復には、ギガプレロマは乗りませんでした。うん、MP の回復は、常に一定っていう感じですね。で、このユニークスキルもかなりマッチしていい感じです。自分の全能力が上昇している状態だと、HP、MP の回復量が、2倍になります。うん。これでね、結構 MP 効率が良くなりますので、使うのもありかなと思うんですよね。まあ、とりあえず、行ってみましょうか。それでは、バーチャルトレーナーで戦っていきましょう。まず、この花サフィアの前に、ラスタキャンディーができるキャラクターを入れて、全能力を上げてあげます。で、2番目にこの花サフィアを動かせるようにすると、ユニークスキルも発動して、この花の栄えか。これがかなり強化されます。ユニークスキルが入った状態で使うと、MP が40ぐらいですね。うん。レベル99の状態で、MP が40ずつ回復しますので、これかなりね、MP 効率良くなると思います。まあまあ。もう少し回復して欲しかったところですけどね。100近く。うん。でもまあ40でも全然いいと思います。はい。まあまあ、あとは普通に戦っていきましょう。もう一応今のところこの4人で固定でやってるんですけども。まあ、他の悪魔たちも今ちょうど育ててるところなんですよね。これ投稿制限が早めにね解除されるならば嬉しいんですけども、あと1週間ぐらいあるんですよね、投稿制限が。そこまでは、出しちゃダメっていうところがありますので、ちょっと悔しいところ。でもまあ出さなくても、上げることはできますので、一応全クリをして上げてる途中ではあります。はい、これね、どうなんですかね、ヒーラーはこの花咲夜にするのか、クレオパトラにするのか、うん、そこがね今すごい悩んでるんですよね。クレオパトラだったらまあまあ火ダメがね、敵に与えるダメージが増えていい感じなんですけども、 MP 効率だったらこの花咲夜悩むね。はい、ということで今日は新ダウンロードコンテンツキャラクターこの花咲夜を育成しましたので使っていきました。これが正解かは分かりませんけども、一応耐性を完璧にしたヒーラーとして使っていってます。どうなんでしょうね、この花咲夜かタオか、もしくはクレオパトラか、どれが正解なんでしょうね。まあ、正解はないと思うんですけども、まあ、3キャラとも完璧に育成してみようと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。